はい、どうも、カリエです。久々にちょっとギルガメッシュパーティーを使って降臨系聞きたいと思います。パーティーは、征服王の方のリーダーギルガメッシュで、コガネビビアン、ビアンカで、こっちが英雄王ギルガメッシュですね。この前のフェイトコラボで取れなかったやつです。これのパーティーでちょっと一回行ってみようかなと思います。で、行くのはネクロスですね。ネクロスちょっとやってみようかなと思います。まあネクロスは闇なので、ちょっとこっち光多めにしております。で、とりあえずですね、先制攻撃、進化前はないんですけど、進化後の先制攻撃食らっちゃうとちょっと一撃でやられちゃうので、ここはですね、とりあえずビビアンで一回防御をします。で、まあこのままいってもいいかもしれないな。無パネルと闇パネルと光パネルをブーストに入れる感じで、あとはもうガチャガチャで大丈夫だと思います。じゃあ行きますね。おはい、これで多分一撃じゃね。あ、画面がちょっとね、今日すっげー調子悪いんですよ、画面の方が。なんかたまに砂嵐っぽいのが出てくるかもしれないけど、ちょっと申し訳ないですね。はい、大丈夫かな音はい、じゃあちょっと行きましょうか。まだダメージは食らわないので、あ、でもまあやっちゃってもいいんだけどね。そしたらとりあえずバビロンブーストでも使いますか。ビアンカ使わなくていいかな。一応使っとくか。ハート残しで、左から手札の左から2枚が光パネル、右から2枚が闇パネルになります。まあ、ギルガメッシュの方は使わなくていいか。いいですねじゃあ行きますね。行きます。どうでしょう。おー、いいね。画面の調子さえよくやったらめっちゃいい動画だったのにそう、はい、という感じでした。まあ小金がいたから道中もね、バックアタックなくしで、全然来れましたし、光多めだったので、あの弱点つくこともできたので、まあ余裕で、ネクロスも倒すことができましたっていう感じでございます。はい、ということで、今回これで一旦区切りたいと思います。ではお疲れさんでした。失礼します。カリエでした。